はい、皆さん、ジェン・ドブリー、プラハでピボです。今日は8月21日土曜日ですけれども、チェコを出まして1年ぶりのポーランド、ボレスラ・ビエツにやってまいりました。今週、明日の日曜日にかけてこの街ではポーランド食器祭りというものが行われておりまして、たくさんの人々が集まってきております。いろいろな工房があるんですけれども、その工房がこの町の中心の広場に、屋台を、ね、出しておりますので、そちらを、ご紹介しながら皆様にもポーランド食器を改めて見ていただきたいと思います。さあ、結構ね、日本からも日本の方も多く見受けられますね。チェコ、もちろんポーランドに住んでる方、そしてチェコから、あとはドイツからもいらっしゃってるのではないでしょうか。街の周りにね、たくさん工房がありますけど、その工房のお店でももちろん今日お買い物することができますが、その工房がこの街の中に、屋台をね、開き、そしていろいろなデザインをの、ポーランド食器を一堂に見ることができるということで、まあ結構ね、混雑はしておりますが、食器好き、またポーランド食器の好きな方がね、集まってきてます。まだこの辺りはポーランド食器は並んでいませんけど、いろいろと屋台が出ております。はい、街のね、中心の広場の方に今近づいておりますけれども、プロハからですと車でだいたい2時間半とかかな、途中休憩取ったりすると3時間ぐらいかかりますでしょうか。リベレツというね、街を抜けてポーランドの国境、途中ね、ポーランドとドイツとチェコの3つの国境地点というところがあるんですけど、そこを抜けてポーランドに入ってきますと、もう高速道路乗ったらもうすぐですね、ボレスラ・ビエツという町です。さあ、ぼちぼち陶器も出てきましたね。ちょっと一つずつ見ていきましょう。タイプは基本的な柄ですね。Thank you.
ここは去年も動画でご紹介したミレーナですね。ここもね結構可愛らしい陶器あるんですよ。去年の、8月に投稿しましたポーランド食器では4点ほどご紹介しているんですけど、さすがにね広場の方にはそれよりも多くの、工房がこのように屋台を出しております。まあやっぱりねファーストインプレッションですね。これ迷っちゃうんで買い物される方は一番最初に目についたものが一番やっぱりいいのではないでしょうかということも去年、そのような話をした感じがいたします。興味のあるご興味ある方は去年の動画も合わせて見直してみてください。ということで今日は、ボレスワ・ビエッツのポーランド食器祭りを、皆様にご紹介いたしました。本日もご視聴ありがとうございます。それでは皆さん、ドビジェニア。